ねずっと豆ちゃんです。2月の17日から1月の2日までユニバーサルクルーズパー2023っていう、まあ1年に1回ある日本のアニメとか漫画とかゲームとかとコラボするイベントがやってるんですけども、今年初めてスパイファミリーとコラボしたんですよ。でそれに伴ってスパイファミリーのコラボフードが出たんですけども、まあ、前回レストランメニューを紹介したんで、今回はフードカートに売ってるスパイファミリーの食べ歩きフードを紹介します。イエーイってことで、で今回出たスパイファミリーの食べ歩きフード、めちゃくちゃ可愛くてめっちゃうまそうなんで、今から食べるのめっちゃ楽しみ。じゃあ早速食していきます。またちなみにね、この TV はこれからもユニバーサルクールジャパン2023関連の情報を共有するので、ね、チャンネル登録お願いします。で、まずはアーニャのチリトスいただきます。で、このアーニャのチリトスの上には、多分スパイファミリー見てる方なら分かると思うんですけども、ステラがあるんですよ。で、このステラは何かって言ったら、まあ、イーデル校っていうアーニャが通ってる学校があるんですけども、そこの学校で優秀な日だね、このステラっていう星が送られるんですよ。それをイメージしてます。うわー、めちゃくちゃうまそう。じゃあいただきます。うん、でこの上の星は、まあ、砂糖菓子でした。でこれチュリトスの本体自体はココア風味の味がするんですけども、上にあのフランポワーズのフレーバーがかかってるんですよ。だから結構フランポワーズの甘酸っぱさが強いチュリトスです。でその上に乗ってるクリームとかは、これも砂糖です。であとチュリトスの食感はカリカリ食感のチュリトスです。でこれほんまにあのめちゃくちゃ口とかについたりするから、あのフードカードでもなんかフードもらうときにあの紙もらった方がいいっすわすごいことになる、うん、うん、はい。じゃあアーナのチリタスごちそうさまでした。で豆ちゃんのおすすめ度は3です。で結構ね、甘酸っぱい系のチュリトスやから、その甘酸っぱいチュリトスが好きな方はこれ好みかもしれないですけども、やっぱなんせそのパウダーがすごいよ。だから食べた時に結構ね、歯とか、まあ、唇とかついちゃうんで、そこは注意してください。あと結構ね、まあ、そのパウダーとかも結構下にこぼしやすいので、まあ、ちっちゃいお子様が食べる場合はちょっとお母さん注意が必要ですですね。うん、でも普通にまあ甘くて美味しいチュリトスでした。あーにゃ、チュリトスが食べたい。スパイファミリーのファンの皆様、申し訳ございませんでした。次。で、次は。キメラ長官のキャラバンです。でこのキメラ長官も知らないことなので説明すると、あのアーニャが持ってるぬいぐるみですあれがキメラ長官ですけども、こちらのキメラ長官ちょっと食べるのもったいないですけども、いただきます。じゃあ割っていきます。じゃあ、いやー、どんな感じかな、中。おお、すごい、めちゃくちゃ詰まっとんな。うん、うん、このキャラは、うん、まあ、生地はふわふわの、まあ、まあなんですけども、中に入ってるカレーなんですけども、結構甘口カレーです、うん、だからまあほんまにも例えで言ったら、まあ、アーニャからかな、なんか学校の給食のカレーの味がするこれわかるかな学校の給食のカレーの味がするんですけども、中には具がいっぱい入ってて、それこそお肉とか玉ねぎとかも入ってるから、もうすごい具沢山、美味しい。でほんまにこれ普通にちっちゃいお子さんでもすごい食べやすいわ、
まあ、さっきのチュリトスは、まあ、ちっちゃいお子さんと食べるのは注意なんですけども、まあ、こっちはまあすごい食べやすい。うん、うん、うん、はい、じゃあこちらの木村長官のキャラバン、うん、ごちそうさまでした。で、豆ちゃんのおすすめ度は 3.5 です。で、こちらは美味しいカレーマンでした。で、やっぱ癖とかもないからすごい食べやすかったな、うん、でね、これ見てください、この袋、アーニャの言葉が書いてます。秘密組織 PSA とかレベル100億万とか、いや、こういうデザイン性もめちゃくちゃええよな、うん、アーニャお豆 TV が好き。すいませんでした、即謝る。はい、じゃあ今日はスパイファミリーの食べ歩きフードを紹介しました。で、まあ、前回はもうレストランフードを紹介したけども、まあ、前回のフードも合わせてこれでスパイファミリーのフードは完全制覇です。で、これからまあスパイファミリーコラボ行く方はぜひチュリトス食べてステラをもらってください。はい、じゃあこれからもいろんな動画を上げるね、ちょっとグッドボタン、通知ボタンも押すだけでバーイ。